ね、ジメジメしてきたね。ん？なんか星になってる。なんだろう。そう、ちょっとね、用事があって浅草に行ったんだけど、そしたらね、虹がすごかった。今日虹見た？虹すごく綺麗だった。写真撮っちゃった。でもみんなも撮ってた。虹に気づいた人はみんなカメラでね、虹を撮ってたよ。ナイス浅草。イヤリング大きいお花をしてます。今日はポニーテールしてます。今日はメイクさんやってもらったから、いつもよりポニーテールがモコモコしてる。ボリュームが、見て見て 全部ね、全部巻き巻きにしたから、すんごいほらモコモコしてるでしょ あのね、あれあれあれ、ちょっと何の話か分かんない人もちょっといるかもしれないんだけど、ホリプロの、ホリ NS の時、私が事務所が新しくここに所属になりますよって発表になった時の、なんて言えばいいのかな、なんかその時になんかね、動画、メッセージ動画をが届くよみたいなやつがあったんだって。自分、ちょっと人事みたいになってるけど、でも分かんない、あれはどういう風に売られていたのかちょっと私は分からないんだけど、そう、そのね、そう、きっとね、もうちょっとしたら届くんじゃないかな そう、なんかそれを買うのかな、そう、多分ちょっと待っちゃった。なんか3種類ぐらいあったのかな。先輩たちも最近撮ったらしいよ 楽しみに届くの。なんか「おはよう」っていうバージョンと「おやすみ」っていうバージョンと「頑張って」っていう感じの、そう、今ではなんか前はさ、握手会でさ、ワンショット動画と「ご飯は何を食べてきたの？」パスタを食べた。イタリアン大好き人間なので、リハーサルは順調なものもあれば全く「ん？」みたいなやつもあって、やばいやつもあるから、ちょっと今からね、やろうと思ってる。まあね、足痛い。からさっき整体に行ってきたんさ。宿題は 終わったやつもあれば、明日締め切りのやつもあるから、ちょっと頑張んないといけない。これ いや本当に、今からやるから多分大丈夫。本当にね、えみたいな 頑張んなきゃ。タウガイデン、タウガイデンはどうでしょう。あ、タウガイデンは そ
本当にね、最高ですよ。あ、だからさ、それでね、なんかそのタオガイデン、タオガイデンって初めてすごい略し方だね。それでね、いろんな音源スタッフさんがもらってたからね、私もね、どさくさに紛れてもらってきた面白いなんか効果音とかもらったやつもあれば、まあいいやと思ってもらわなかったのもあるんだけど、リリーが足じゃない、あ、回し蹴りか、回し蹴りパーンってやった時のパーンみたいなやつとかなんかあとバーンってやった時のパンみたいな音とか殴った音とかいいでしょう。出演者特権なんか初めて知ったんだけど、それであれ、あのさ、ヌルがさ、なんかのシーンでさ、あれだ、花組たちを捕まえようとしてさ、なんかさ、ベートーベンみたいな曲なる時あったじゃん、なんかテン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 みたいな、あれ、あの BGM の曲名を知った。なんだと思う、あれ、あれちゃんと名前ついてたんだよなんだと思う そう、なんていうセリフだっけかな、なんだっけ、約束しましたよねみたいな、リリーがなんか鬼に負けたらお前たちを統合するとみたいな感じのやつ、曲名あれヌルって言うんだってあのそこってあ、これヌルっていうタイトルなんだってそう、笑っちゃった、あ、ここでってそのまんまかーみたいなそう、面白いまんまでした。なんかもっとね、早い段階のなんか生徒会の時のシーンに流れてるなんかなんかなんて言うんだろう、綺麗めな感じのやつとか、あの辺かなと思ったら、そんなところに集約されてる、そうなんかな、まあ、よく考えたらそうなんかな。着信音とかにするのやだよ、恥ずかしいよ基本的にこのなんか iPhone タブレット、スマホってさ、来た時そんな鳴らないよね。それで目覚めたんやば、あんま気分良くないんじゃない、もっと爽やかなさ音の方が目覚めるんじゃない、朝一でそれはねフ面白いから全部もらおうかなっていうのは、一番あのキルミキルユーの音が欲しくて、それをなんか聞いてみたらもらったらしいから、ちょっとついでにもらった。音源あればいつでも通して聞く、やだよマザーキルと車の音すごいね。馬車道ね、ほんとさ、なんかそういう発想なかったの時、あ、でもあれ YouTube で聞けるんだっけ、馬車道って、てて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 て馬車道って何人だ、あ、あれだ、ヌーヌだ、てか私なんかヌがつく、なんか演技のやつヌがつくの多いね、ヌーヌ、ヌル馬車道は聞けるって
おしゃみしとか今流したらさ、ショールーム切られちゃうんかな。うん、こうやって吹くんだっけ。シャガール、あの楽器の名前、忘れちゃった、なんだっけ。楽器の名前あったっけ。なんだっけ、2がついた気がする。これでしょ、これ。別に吹いてないか。なんだっけあれ、2がついた気がする。覚えてる人いる？映像してほしかったねー。にもついた気がするな。ちょっと台本見つけたらちょっと見とくね。あ、これや。いいでしょう。キルミキルをもらった。ニンバス、あー、あれか、ほうきのやつか、ニンバス。ずるいって言われた。これ最近ね、あのレッスンに行く時とかのね、 BGM にしてるんだ。さすが出演者。出演者と。ゆいゆいのあれが好き。この間ゆいゆいに行って、なるちゃんとゆいゆいの前で歌ったらバカにしてるって。怒られた。あのさ、一番のさ、そんな冬春はな、あ違う、それ一番の声か。なんかいいって言ってリリーが吐けるところ。なんだっけ、まだ来ないだっけ、来ないって吐けるところ。え、好き、私も好きなの、そこ。じゃあバカにしてない、本当にバカにしてないの。いや本当に好きで、でなるちゃんと一緒にね、真似してやね、ゆいゆいの前やったらね、ね、バカにしてるよねって。ちょっと怒られました。好きなのに。あとね、なんだっけ、鬼になるしかないだろう。なんか言ったら、ねえって言われました。いや好きなんだよ、そう、好きなんだよ。かわいいの。フラちゃんとのツーショット、ああそう、載せた。別に私たちね、あのね、約束してなかったの。なんかレッスンいつ行ったら、私がピンク着てて、今日ちなみに今私はピンクのパンツ履いて白っていう逆のあれになってるんだけど、そうレッスンの時に行ったら、そらちゃんも似たような、でも色は全く一緒だった。そうだから記念写真撮ったの。ピンク、ちょっと立てないけど、いや、こんな感じでピンクのパンツ履いてる。ニンニだ、
楽器名、ごめん何のことか分からない人絶対いるよね。ニンニだ、あーそうだわ、ニンニだ。今日も髪型かわいいよね、もう今日ねいい感じ。再演して、覚えられない。最初のとことかいけるかもしれないけど、なんか弁護士のところのセリフとかも全く思い出せない。無理だ。嬉しい。真面目に学園見てインちゃんのこと好きになりました。本当？嬉しい。別に好まれる役ではないからね。ひなって。マジムリって全体的に見て好きになるのってさ、リリーとかさ、スバイとかあの辺じゃない？あとカイザー様とか。ヒナって絶対好かれるような役じゃないから、なんか嬉しい。珍しい。だってみんなはさ、もともと別にさ、マジムリ学園がさ始まる前から私のことを知っててくれてさ、それで知っていて、その途中からじゃないけど、それでマジムリ学園が途中から始まったっていう感じじゃない？私の場合、そのなんていうんだろう、いわゆるマジムリ新規みたいな人は絶対いないと思うんだよね。カイザーは本間ちゃんだよ。絶対とまでは。だってさ、だってひなからヌルになったあのドラマでもさ、もともと私のことを知ってくれていたというか、好きって言ってくれた人がさ、なんかあれでちょっとりんちゃんのこと嫌になったって言われたもんだって。ドラマの時ね。そう、なんかちょっと中途半端な、まだ裏切ったんだけど悪になりきれてない感じみたいな時じゃん。なんか舞台の時はもう吹っ切れちゃって、もう生徒会長になっちゃってるからあれだけど、やっぱ孝太郎だな。孝太郎さん最近あれだよね、真剣佑さんのお友達としてテレビに出演する、それでびっくりした。わーって孝太郎だと思って。ドラマはなんで裏切ったのかよく分からなかったって。でもなんか外伝とかこの間のライとかで、なんかそれがはっきりしてきたなって感じがする。あのね孝太郎はね、役名だね、草野大成さん。笑い声みんなから評判良かったね。嘘だ、絶対嘘だ。怖くて見れないんだけど。やだ、恥ずかしい。なんかショールームとかでさ、なんかまださ、みんな話してるのはちょっとバカにして話してる感あるけどさ。バカにはしてないんだけど、でもああいうなんかちゃんとした場で、そうなんか中途半端にね、あのぬるちゃんのことはねちょっとあんまやりたくないんだよね。やるんだったらもうちゃんとやりたい。そうだからすごい恥ずかしいの。じゃあバカにして、私がすごいなんかネタにして私が話してるってこと。みんなそう全然違う。待って、ヌルとしてのプライドがっていうとちょっと大げさかもしれないんだけど、バカにしてるかい。いや愛している、もうすごいなんか可愛いなってすごい好きだけど、なんかちょいちょいやっぱりなんかどうやって投稿してんねんっていう、なんかそういうなんか面白いところがちょっとね、ツッコミどころがね。
愛してるゆえのね。でもなんか舞台やってからすごいひなのこと好きになったな。ま、あの裏切った後にはもうひなを演じなくなったから、ちょっと離れてからすごいひなのことが好きになった。私僕もリンを愛してる、うん。うん、どさくさに紛れて告白されたぞ。あ、思った。なんかね、すごい緑の花がすごい降ってくるの。緑の花って何の花だろう。わーって、あ、メロンパンか。そうだ、メロンパンだ。今ちょっとちっちゃく見えたからそう見えちゃっただけ。メロンパン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 。メロンパクパクして、でも次メロン来たらちょっと食べるよ。上を見るな、下を見る。今来た。来るか来るか。あ、すごい、なんかおしゃれなラブと。来い。それは無理。それは無理だ。なんかこういうリズムゲームあったよね。これ消えてくれたらな。食べたら、あ、でも真ん中から下にはいかないんだ。絶対無理、絶対無理。待って待って待って。ああ、絶対無理。無理だよこんなの。無理ゲーだよ。絶対無理。待って待って、みんなで一斉にやらないで。待って待って。絶対無理じゃん今の。ねえ、今の本当レベルマックスだよ今の。あ。やめてやめて、ありがとう。絶対無理や。無理無理無理。何してる、ほんとそうだよ。何してる、何だよね。すごい今大量発生したよね。やばかった今。びっくりした。もうやめよう。大丈夫大丈夫、ありがとうね。ごめんね、ただじゃないもんねこのメロンパンも。ちょっとお休みしよう、メロンパン。ベリーハードモード。やば。ね、めっちゃ一斉に来たね。やばい、なんかそんな、もうゲームセンター行きたくなってきた。ちょっと今面白かったね。今楽しかったわ、今。膝が痛い。なんで今日テンション高いの？え、待って、そういうこと言われたらちょっと恥ずかしくなるじゃん。やめてよ。テンション高い。手のひら怪我してる？え、よくわかったね。私も何の傷かわかんないんだよね。なんかさ、チョコ食べた覚えないのに、チョコめっちゃついてるじゃんと思ったらなんか。ね、よく気づいたね。すごい。なんかね、謎なのこれ。何の傷なんだろう。そう、正解。うん、黒じゃない。中で切っちゃったんだろうね。やばいよ、手ささくれだらけなんだけど。やば。もう、指先が女の子じゃない。やばい。ん？茨城の時にあったでしょ。え？いや、ないんじゃないかな。
え、どれのこと言ってる？これ？これ？これ最近の気がする。でもなんか、うん、8割なってるみたいな、色だけ残ってるみたいな感じ。ネイル見たい。うわー、そのリクエスト答えたかった。何も塗ってませんささくれだらけです。やばい、これそのイヤリング重くないの？これはね、あんまり重くない。これ布なの、刺繍なの。これん？あ、うんうん、自分で作ってないよ。買った買った。サークルなんでできる、そんなにできるんだ、なんでだろうね。私が知りたい。ハンドクリームとかもこまめに塗らないとね。本当にサークルだらけなんだけど、やばい。そうね、そう、エリナちゃんの差し入れアイスだった。私ね、それさ、ゲットできなかった。今日収録あって、そのままレッスンがあったんだけど、終わってからそのね、グループのやつでね、あるから食べてねっていうの、帰ってきてから気づいて、残ってるかな、食べたい。ゲットできてないんだよ私。でも絶対さ、私いないからっつってさ、食べてる人絶対いると思うんだよね。残ってない気がする。食べたいよ。ね。もうなかったらお代理に おねだりしよう。何のアイスが好き？今はそうだね、クレープのアイスが好き。なんかクレープ屋さんみたいなさ、アイスない？あれすごい好き。あとはホシンダッツが好きです。サーティワンのあのレーズンとかね、クレープアイス、そう、三角形のやつ、そう、大好き。てか思ったけどさ、 YouTube とかでさ、なんかみんなさあげるじゃん、これ。なんかその時ってさ、こういう星がポンポンポンって飛んでくるのないじゃん。なんかさ、見返した人にさ、え、りんちゃんなんで変なことしてるのって思われそうで、すごい嫌だ。待って、あげ、本当はいや、あげちゃいけないし、まあ、もしあげちゃいけないし、あげてほしくもないんだけど、あげるときはこの回はちゃんとメロンパンもつけてほしいあのやめて、本当。今日の回は特にあの、あげてはいけないよ、あげてはいけないし、あげてほしくもないんだけど、つけど、いや、あの、つけるんだったらもうぜひこのエフェクトっていうの、このメロンパンのやつもぜひつけてあげてほしい。あげてはいけないんだけれどね。あげてはいけないんだよ本当に。しちゃいかんのだが。あげるんだったらメロンパンをつけることを推奨します。いやだ、自分からやりに行くじゃん私本当気が狂ったと思われる。本当だよ
だよ本当に。だってさ、友達とかさ、私の名前を YouTube で調べたらさ、本当こういうなんか私が一人で画面に喋ってるやつしか出てこないってことでしょ。本当に嫌だもうそれだけ出てきたらもう私言っちゃうぞ、消してくれって言っちゃうぞ。ゲーム2日だけとかね、それぐらいだったら。ねえ、みんなあれで見れるんでしょ、映像倉庫で。いいじゃん、そしたら映像倉庫に出るってよ。いいじゃん、それで見ようよ。倉庫仕事ダメです、強めに言っちゃうとやってくんないから、下から行こう、下からお願いしますって。冷蔵倉庫さん頑張ってくださいって下から行くともっと早く行くかもしれない。私らはこれを生きがいに、冷蔵倉庫で上がるの生きがいに頑張ってるんですって言ったら、1週間ぐらいで上がるかも、上がるようになるかもしれないよダメだって、遅いんだよ。ダメダメダメ、そんなこと言っちゃダメだって。いつもありがとうございますって。本当だったら逃した配信はもう見れないのに、映像倉庫さんがいたから僕たち、私たちは見逃した書類を見ることができるんですって。そういうスタンスでいこう嘘はよくないダメだ、フフフフフって言ったからいいってもんじゃない。こんな隠してね舞台のセリフかよ確かに今の似てたね。ほらやってたから、映像倉庫の CM やってたから。なんであれでソロコンの衣装だったんだろうね。ソロコンの同時視聴、無理無理無理、恥ずかしくて見れない見れない見れない。ねえ、本当に長い間ね、あそこのドンキのさ広告ね出てたよね。いつかあそこにサイン書きに行こうと思ってさ、ずっともうふわーっと思ったままもう変わっちゃったんだけどさ、ねえ、もう早いうちに予約しに行けばよかったなと思って、ねえ、もったいなかった。だってね、でも半年ぐらいしたら変わるんかなと思ってたけどさ、結構何年もねなってたよね。あれって今のやつに書く、あのゲームの青のやつ、ダメ、怒られちゃうよ、ダメダメダメちょっと前にさ、なんか物を買いたくてドンキに、あそこのドンキに
あんまり知っているドンキがなかったから、あそこだったらわかると思って買いに行ったんだけど、なんかやっぱり自分が映ってるわけじゃないけど、あのエスカレーターとか登っていくときに、あのジャケット写真とかあるのすごいときめくね。あれパパと待ち合わせにして、あ、そうそうそう、あれだったらお父さんわかるかなと思って、そうそうそう、うん、そう、表、表っていうのかな、から入った。ときめきエスカレーターいいね、その呼び方。何の音？車？車の音だよ。ゆうゆうテレビ、あ、なんだっけ、違和感。みこさん。ゆうゆう出てるって。つけてみようかな。音やばいかな。え、つけたら何流れるだろう。ちょっと音一気に小さくすればいけるかな。今 CM かな。うん？あ、これじゃないか。これじゃないの。あ、これだ。あ、この作業服着た方、ゆいゆいと一緒にツーショット撮ってなかった？あ、みずきちゃんだ。今つけた。ろくちゃん、ろくちゃんつけたよ、今。カリにそっくりな子、そうなの？いるの？どうだね。え、終わり？ああ、そうなの。ああ、早めに気づけばよかった。ゆいゆいのお父さんらしいっていう、あの役？役だよね。あ、今日さ、ゆいゆいさ、あれ、あの朝にさ、あの目覚ましのお姉さんやってたじゃん、じゃんけんの。今時がある、今時がある。でそれでゆいゆいも今日フジテレビに行ってさ、で私はそのまあそれのその収録で行ってたからさ、会えるかなと思ったけど時間合わなくて会えなかった。で会えたらさ、やばいなって、すごい感動的っていうかさ、なんかお互いに、なんて言うんだろう、一緒の仕事で行ってるわけじゃなくて、別々のなんかこうお仕事で行って会えるって、なんかすごくないと思って、会えたらいいなと思ったけど、ゆいゆいは早すぎて、そう、ねえ、すごくない？なんかなんて言うんだろう、嬉しいなっていうか、すごいなって、一緒のじゃないのに、一緒じゃないのに、なんかフジテレビにだよって私は思って、なんかすごいなって、もうなんかほんと今本当に語彙が出てこないんだけどさ、すごいなー、すごいなーってずっと思ってたの。そうね、奇跡的と言いますか。
なんか嬉しいなって。だからね、昨日からね、明日会えるかなって言いに行ってたの。でも会えなくて、結局レッスンのところで今日会ったんだけど、まあ、それもすごいなって勝手に一人で盛り上がってたんだけどねえ。せめてなんかさ、あの楽屋の前のさ、小栗結衣様とかさ、岡部凛様ってなんか張り紙を貼ってて、そう、お名前を貼ってくれるんだけど、それせめてそれとツーショットを撮りに行きたいなと思ったけど、早すぎてもう多分撮られちゃってたんだよね。そう、残念、叶わなかった。あれ、ついに載せる声。でもなんか、なんて言うんだろう、なんかぽくない？撮りたくなっちゃう。なんか今ね、何かを答えてる。あ、出たんじゃない？どうしてミコさんこんなところにいるの？どうしてミコさんはなんかオフィスにいるの？あ、端っこゆいゆいか。どういう、今どんな、どういうこと？これは違和感だから。ああ、なるほど。お子さんがこの、なんて言うんだろう、どこにいるの？銀行？銀行にいる。ん？どういうこと？どういうこと？これ、コナン君みたいな感じ？なんか謎解決集団みたいな。ミコさんが一番違和感っていう。そう、なんかごめん、私最初から見てないからストーリーが分からなくて、このミコ様、ミコ様軍団がここにいることがなんか心霊現象の謎解き。おお。で、この方がゆいゆいのお父さんということ？で、音で出してないからって。どれ、みんなが可愛いっていうことは分かったよ。音出すとあれだからちょっとね、あれなんだけど、ケカフになっちゃった。もう出てこないかな。大吾さんが優勝したんだって。まず終わっちゃった。一体どんなストーリーだったの？終わってしまいました。おしまい。ちょっと終わっちゃったから来そう。ちなみに心霊は平気、あんまり信じてないから。お化け屋敷とかってなると話は別だけど、まあ、そういうやつ信じてないから。みこさん、私もやったよ。どっか行った時、香川かな、なんかの全国ツアー行った時やって。私も
夜ご飯食べた。お子さんって動きにくい。動きやすかった。私は浴衣とか着てる方がね、あの歩幅がちっちゃくなっちゃうからちょっと動きにくいかな。本当？似合いそう。嬉しい。軽いの。どっち？浴衣？巫女さんのあの格好？巫女さんの格好はすごいね、軽い、動きやすい。また見こってくれ。言い方。何の話をしたんだろう。私もなんかこの違和感を見る前何の話をしていたか忘れちゃった。何の話したんだっけ。ところで、でも忘れちゃってことはそんなに待って、重要なことじゃなかったんかな。なんだっけ、何の話したんだっけ。あ、なんかドンキの話した気がする。あー、そっか、その流れで教えてもらって見てたんか。宿題はそうね、そうね、やらな。え、なんか新しいパターン。なんか今のカメがなんかここに横切ったよ。もうちょっとだね。昨日も話したけど17でしょ。あと6日か、5日6日でコンサートがやってきますね。ジンとウォッカ、ジンとウォッカ、これがランダム。へえ、そうなんだ。11時半から何時まで。14時くらいとかかな、予想だけど。11時半からだからね、しっかり見ててね。お代理のソロのステージから始まり、それがあり、あれがあり、オーバーチャーがあり、タオガイでの2時間はやばい。タオガイでの2時間はやばいよ。ただ外伝もあるからね。だから30分からお見逃しなくですよ。もうね、30分から本編と思ってもらいたい。ぬるさんいっぱい出る。どうでしょう、お楽しみに。ぬるさま待ってます。めっちゃみんなぬるさま好きじゃん、嬉しい。
でも私も実際気になる、どうやってあんなに強くなられたんだろうっていうねえ。丸尾さんに聞いてみようかな。ひなってどうやってあんなにあの技強くなった、な誰から教えてもらったんですかって、明日聞いてみようかな。やばい、修行してる、やばいやばい。ねえ、女子高生、女子高生ってこと忘れないで。そっか、役作りのために聞いてみようか。ヤシャ、でもヤシャの方がやばくない？だってさ、3年生までさあの感じでずっとおしとやかな女の子でいたんでしょ。で急にさ横にさ、さスミレのなんだっけ、心の中の鬼を解放するんだって言って、いきなりさひなはさ3年間さいろんなことをさ頑張った、そこまで強くなったのにさ、横の一言だけでなんか覚醒してさ、なんかヌルと張り合える、ヌルとリリーとさ張り合える強さになるんでしょ。さ一番さスミレやばくない？よく考え、冷静に考えたら解放するんだっつって、あーっていきなりいきなり強くなっちゃうんでしょ。いやまあリリアもともと強かったからいいとしてさ、ヌルかわいそすぎない？一生懸命あそこまで頑張って強くなったのに。だからヌルもあの心の中の鬼解放したらもっと強くなれるんじゃない？冷静に考えちゃいけないのよそれね。かわいそう、やっぱひなってやっぱかわいそうなんだな、最初から最後まで。結局この高校生活で積み上げた強さも一瞬でこうね同じレベルまで追いつかれてしまうっていう、かわいそう。学校卒業してもそういう風なんだろうな、きっと。かわいそう。ヌルの必殺、ヌルもなんかうって先生がうーって言ってたの。ああなるほどって、そういう感じで力を加えてるんだと思って、私もこうしようっていうノリ。そういう人生。あ、なんだ今。ヌルさんお嫁さん、ヌルちゃんちゃんとお嫁さんいけるのかな、心配だよ。岡部凛ちゃんはひなちゃんがちゃんとお嫁さんにいけるか心配です。それはね、楽しみにしててね。やばい、もう9時だ。そう、今日はせっかくね、お仕事、まあ、せっかくっていう言い方あれかもしれないけど、そう。ね、久々に会ったからメールを送ろう。ちょうど突っ込まれたよ。メールは当てた。せっかくって言うとね、なんか仕事が嫌みたいなニュアンスになっちゃうから、ちょっとあれなんだけど。
業務連絡でした。ひーちゃんからメール来たよ。おー、ほんと？何送ってんだろう。私も知りたい。直接の接続じゃない、リハの映像です。でもさすがにもういろいろ催促来てもおかしくないと思う。やばいと思う。ちょっと頑張ろう。メール送って宿題やって今日は早く寝ますね。え、ほんともうちょっと頑張ろう。宿題食べ過ぎ、うん、食べ過ぎ。なん、あと何個ある ?3 つ?なんだあと3つ4つあります。でもちょっと明日やるまでのやつはちょっと頑張る。ちょっと本当みんなメロンパンありがとう。載せないでね。載せちゃいけないよ。メロンパンありがとうございました。ほんとすごい。わー、やばい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 。さっきよりやばいんだけど。わー、すごい。わー、ありがとう。めっちゃ来た。ほんとありがとう。ほんとにありがとうね。すごい素敵なメロンパン配信でした。メロンパンの話。ほんとにありがとう。キャベツじゃない。ちょっと時間を見つけてやりますね。コンサートと宿題頑張ってきます。ちょっと後で今からメール送りますね。じゃあね。ちょっとすごい長くなっちゃったけど、そうね、そうだ、ランキング読もう。ランキング読みますね。13位りづき、12位まこっちゃん、あと大好き、おーありがとう。11位ハリーベル、10位キムテツアットりんちゃん甘やかしたい、9位サツツアットりんちゃん甘やかしたい、あとビンゴ出演権獲得するぞ。次が8位がひろっちアットひろ、7位ジェリー、6位ライコーくん、5位ネスカフェアットずっとりんちゃんだけ好きです、ありがとう。4位ロビーさん、3位がキルビーアット、おお、ワルリン会話してきた。ありがとう。2位東京のスワンさん、そして1位がりんちゃんに報告、生写真りんちゃんの当たりました。何の生写真だろう。おめでとう。私の生写真当たった。なんだろう、ありがとう。バンザーしてくれてる、ありがとう。おめでとう。じゃあまた時間見つけてやりますね。ありがとう。メール送ります。じゃあねー、行きまーす。